はい、今日のライブ終わりました。もう幸せすぎる、もう死んでもいい、それぐらい幸せです。今日はまさかあの曲が聴けるとは思ってなかったんで、いやーですよ。まあ何の曲はちょっと改めておきます。またレポート本編で言います。はい、後で言います。はい、また後でです。はい、というわけでライブから帰ってきて今のんびりしてます。はあ、今日のライブは良かった。なんか毎回言ってる気がするけど、まあ良かったです。いや今日本当にね、まだ言わないですけど、あの曲が聴けるとは思ってなかったんで、いやーもう死んでもいいぐらいの感じですね。それぐらい満足ですね。やっぱまあ前の石川公演から2週間ぐらいしか経ってない状況で、まあライブができたので、まあ本当にツアーに近いっちゃまあ近い状態でこう、期間が短くできてるっていうのもあって、まあなおさらやっぱり気分がいいですね。で今回の国際ホールなんですけど、単純にまずね音が良かった気がします。あんまり僕がいた場所音良くはないとは思うんですけど、まあ、悪くはない場所だとは思うんですけどね、でも良くもない場所だと思うんですけど、かなり音が良かったように感じたかな。もしかしたらなんですけど、僕が今回いた場所が、中2階の R 席っていうので、ステージの横側、普通のフロアじゃなくて、横側にあるこう、出っ張りみたいなとこにいたんですよ。で、人数少なかったりとか、前とか後ろ人がいなかったりっていうのもあったんで、まあ、ダイレクトにこう、体側で音を受け止めれたっていうのもあるので、まあ、それで音が良かったのかなっていうのもちょっとあるかもしれないですね、もしかしたら。ただまあ上手側に寄ってたんで、まあ、音の偏りはやっぱりもちろんありましたね。だいぶやっぱり杉蔵の音がデカめだったので、ちょっとまあ上手の音が聞きづらかったかなと。ベースはかろうじて聞こえたけど、イノの音はほぼ聞こえなかったかもしれないですね。まあ意識して聞いてなかったっていうのもあるとは思うけど、であとここ最近そんなにこう取り上げてみてはいなかったんですけど、深夜がだんだん調子良くなっていってますね。このツアーの再開したばっかりの頃って、やっぱりコロナ明けというかコロナから復活してまだまあ間もない頃だったんで、やっぱりまあ杉蔵も言ってたらしいんですけど、体力的に結構やっぱり厳しかったんでしょうね。なんで今回のツアーの前半戦って結構こうおとなしめというか、まあ様子見な感じをすごい感じてたんですよね。なんかこうまずは無難にこなそうっていうところが結構前半の福島あたりまでかな、まあもうちょい前だったかもしれないけど、ちょっとどこまでか覚えてないけど、前半の方は結構様子見な雰囲気をすごい感じてる部分がかなりあったんですけど、後半になってからかな、まあ、仙台はどうだったかな覚えてないけど、その次とかぐらいからかな、ちょっとまあこれも正確には覚えてないんですけど、まあ、後半戦入ってからの深夜が結構こう挑戦的というか、やっとこう体力が回復してきて、なんて言うんでしょうね、結構こう、なんだろう、アドリブ入れたりとかしてアレンジをだんだんこう入れるようになってきたんですよね、後半になってから。だんだんこうグランドファイナルに向けてこう体を作っていってる、まあ、演奏のクオリティをこう詰めてきてるような感じをひしひしと感じておりますね。で、その中でも今日の公演、やっぱりグランドファイナルの
まあ、直前の公演なんで、うん、やっぱりね、かなりこう、煮詰められた演奏になってたかなという感じがしましたね、すごい。もうそのまま普通に行けると思うんですよね、もう。多分、まあ、ほぼほぼ完成してるんじゃないかなと思いましたね。うん。やっぱり深夜の音って、音を出すとこ出して、出さないとこ出さないという、こう、ボリュームの調整がめちゃめちゃうまいと思うんですよね。そこが今回綺麗にできてて、あ、やっぱ深夜のドラム半端ねえなっていうのを非常に感じましたね。うん、で、まあ、その深夜のドラムもあってだと思うんですけど、今回ね、本当に音圧やばいなっていうのをすっごい感じましたね。うん。特に思ったのが、ヤノキングアットマイドかがね、圧がすごい。今までの公演ではまあリズム曲だなっていう感じだったんですよね、まあ、他の回でも言ってますけど、リズム曲だなっていうのを思ってたんですけど、だんだんこう圧が増していって、うん、まあそこのそうまではいかないですけど、まあノーペインとかみたいな本当に圧のある楽曲にこう近づいていって進化していってるような感じをすごい感じましたね。本当に CD で最初聞いた時は、あのレビューの一番最初のやつでも言ってますけど、イノのソロ曲の失敗作だみたいなこと言っていて、まあ、実際確かにそう思ってたんですけど、それがここまで進化するかっていう、変わるもんですね、本当に。やっぱルナシーは CD ではなくて、やっぱライブで聴かなきゃ本当にわかんない。うん。とことん知り尽くしてるとまではいかないかもしれないですけど、かなり知ってる俺でもやっぱりライブでここまでこうなるなんてわかんなかったし、もうここまで来るとは思わなかった。もちろんこうある程度進化をするだろう、こうなるだろうっていうのは想定はしていたけども、そんな想定なんかもはるかで超えましたね、マジで。うん、本当に今ライブでクロスのパートのところの第1部が楽しみで楽しみでしょうがないですからね。もう第2部なんかどうでもいいくらいの感じなんで、それぐらいクロス曲のライブの進化ぶりというかすごいなというのを本当に感じてますね。はい。まああとツイッターの方にも書いたんですけど、やっぱりライブっていうか、まあ、ツアーをこう通っていくと、まあ、当たり前だと思うんですけど、だんだんこう慣れてきてこうだれちゃうと思うんですよね、まあ、演奏者側じゃなくて、あの俺ら聞く側、うん、聞く側でも慣れてきちゃったりとか、ふーんってなったりとか、こう感動ってだんだん薄れていくと思うんですけど、まあそんな中でやっぱりルナシーはすごいなと、それでも感動させてくれるっていうのもあるし、あとそれ何回もこう何度も通っているライブのツアーなのに感動ができる自分の単純さに感謝です。はいはい、ではここからライブ本編に行きたいと思います。なんですが、ちょっと今日はめちゃめちゃ気分がいいので、酒飲みながらなんでちょっとグダグダになるかもしれないですから、許してください。はい、というわけで、まずはいつも通りですね。まあ、今回ちょっとね、押しました。ここ最近ずっと入場の時ってなんかアプリとかなんか、なんだっけ、Google フォームみたいなやつとかってやらなくても入れたんですけど、久しぶりに今回やらないと入れなかったんで、結構入り口詰まってて、入場が若干遅れてましたね。なんでその関係で多分15分とか、20分まではいかないと思うんですけど、それぐらい押してたかな。うん。で、
そんな状況の中、今ライブが始まりました。いつも通り BGM のボリュームが上がりました。で、まあ、今回あんまりボリュームが上がったからといって立つ人は少なかったですね、なぜか、そして暗転し、15分20分ぐらい押して始まりました。で、やっぱりあのオープニングいいっすね、もう十何回も聞いてるんですけど、あのオープニングはやっぱりこうテンション上がりますね。あのオープニングのドラムの音でタカタカタカタタタタタタカタカタカタタタタタタタみたいな、メンバーが登場する直前のあの瞬間、あそこになった瞬間、もう本当に声出したくてたまんないですね。本当にもうなんで声出せねえんだっていう、もううんってなるんですけど、まあ我慢します。はい。で、その我慢を通り越し、客席がみんな指を上げ、いつも通り始まったのがルカですね。やっぱあそこのシーンはいいですね。みんながこう手を上げ、指を上げ、リズムを刻み揺れる姿、あそこは本当に何回見てもいいですね。まあ今日は結構みんな手を押すの早かったんですけど、まあそこはちょっと不満ではあるが、まあまあまあいいでしょうと。で、そこからのね、そこからのクローザーですよね。まあちなみにルカからクローザーの間でもういつも通り泣いてますけどね。はい。やっぱね、クローザー好きすぎるわ俺も。なんでこんなにいい曲なの。本当にリズム曲でもありながら、のサビはメロディアスでもあり、で歌詞もまたいいんすよね。なんかこう今のこうこのコロナ禍を案じていたのかのようにね、なんかすごくいいんですよね。もう本当にたまんないっすわクローザーは。はい。そして今日は You are の君が止まるはですね、で、本編の話する前にも言いましたが、本当に今日のは良かった。圧がすごかった、音が良かった、完璧でしたね。そして次の曲がフィリアでしたね。今日正直ね、あんまり龍一の声を意識してなかったんですよね。なんでまあ調子は良くないんだけど、まあ悪くもないっていう非常に微妙な、まあポジションだったかなという気がするんですけど、ただ気づいたのは結構ね、本当にまあ今までもそうだったんですけど、今まで以上にこう声が出てないのをこう隠すじゃないけど、出ないなりのうまくやり方がさらにうまくなったのかなっていうすごい気がして、まあ意識して見てなかったかなっていうのもあるんですけど、そんなにこうあやべえな出てねえなみたいな感じはしなかったかなという気がしております。はい。そして次の曲が空の歌ですね。で、空の歌もそんなにこう出てないなという感じでもなかったですね。で、ちょっと話戻るんですけど、今日結構ね、歌ってないというか、歌ってなかったとこ多かったんですよ。歌詞忘れなのか、何なのか、ちょっとこう詰まったのかわかんないですけど、普通に歌ってないとこ結構あったんですよね。あれ？ん？みたいな、とこがあったのと、あ、そうだ、あと、こう、ついに、龍一が、多分、俺が知ってる範囲だと初めてじゃないかなと、多分初めてだと思うんですけど、ボーカルの音を撮ってますね。撮った音と生の歌を混ぜてましたね今日は。完全に音がいいんで、はっきり分かりました。まあ、別にこれ口パクをしてるわけじゃないから別に否定する気はないし、調子が悪い状態だったらやっぱりこう
うまく聞かせるための術じゃなくて、他の技として、まあ、技っていうとちょっと語弊があるけど、一つの、まあ、音響的なテクニックでいうのかな、としては、まあ別にそれはありだと思うんですよね。うん。まあ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 、という感じでしたね。はい。別に、うん、悪いとは思わないし、否定もしないですけど、ああ、ついにこれも、リュウジもこういうのをやるんだな、という感じでしたね。うん。まあ、悪いものを提供したくないっていうのがあったんでしょうね。うん。はい。そして次の曲は、静寂ですね。静寂も、そんなに出てない感はなかった気がしますね。うん。ちなみに音声を録音して載せてたのは空の音のサビの部分だけでしたね。うん。あとはやってなかったです。まあ空の音はきついですからね、マジで。本当に調子いい状態じゃないとあんな出ないしね。うん。はい。そして演奏の次がブラック&ブルー。いや、今日もブラック&ブルーでしたね。はい。でもちょっと龍一ここで声出てなかったですね。そして、ザ・ビヨンド。ビヨンドも、前回の広島の時よりは出てたかなという気がするんですよね。確か、広島の時は、本当に歌のいっぱいいっぱいになってて、手もあんまり振ってなかったんですよね。だけど今日はその余裕はちょっとあったっぽかったんで、まあまあまあ、前の時よりは出てたのかな。という気がします。はい。でここで20分の休憩が入ります。そして、第2部の1曲目がデジャブ。デジャブの MC が入りストームトゥーブルでですよ。レア曲です。今回ずっとちょっと引っ張ってきましたけど、ついにやってくれましたね。はい。前回の広島公演で、まあまだレポートにはしてないけど、もうさすがにもうみんな知ってると思うんで、まあ言っちゃいますけど、広島公演でやったシビライズ、そしてトゥワイスに続いてですね、はい、スレイブ限定ギグで久しぶりにピックアップされたアビジョンですよ。マジでアビジョンですよ。あのジェイと杉蔵の掛け合いがまた見れるわけですよ。やばかったですね、本当に。曲名発表された瞬間に、いや声出しちゃダメなんですよ、声出しちゃダメなんですけど、歓声上がってましたからね、マジで。俺も我慢できんかった。ちょっとね、これはやばかったですね。もう、という感じでしたね。で、演奏の方はというと、スレイブ限定ギグの時よりも、煮詰められてた気がして、前よりも良かったし、当時よりもなんなら良かったような気がする。今のはビジョンを聞けたわけですからね。やばいですよ。2021年型アビジョンですよ。発表されて21年後のアビジョンですよ。やばいでしょ。俺聞けちゃったんですよ。やーべ。もう死んでもいいわ。はい。それぐらい幸せでした。もう今日はそれにつきますね。はい。で、まあ、こっから先はいつも通りなんで、パパッといきます。次の曲が I for you, Rose や Tonight。 まあ Tonight は、ここ最近のごとくちょっとまあ下ってましたが、まあ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 と。そして、本編が終わりアンコールに入って Make a Bow Wish で送電で終わりました。はい。そんな神戸国際ホール Day 1でございました。そんな日でした。はい。で、ですよ。
まだあるんですよ、言いたいことが。神戸といえばですよ、神戸といえば。ラブレスですよ、ラブレス。多分ね、多分ですよ、ほんと多分ですよ。二日目やるんじゃねえかなっていう、ラスト。もしかしたらレア曲に持ってきちゃうかもしれないけど、いや、ラストでしょ。まあ、最悪、ソーテンダーと入れ替えでやるか、ソーテンダー、まあ、できれば、ソーテンダーの後に、ラブレスやってほしいな。ちょっとそんな望みをかけながら、明日に期待したいと思います。というわけで、今日はちょっとほろ酔いですが、ここまでにしたいと思います。はい、というわけで、今日はここまで。バイバイ。